はいどうも、ブラックパンダです。 X220 の改造のパート2をやっていきます。無線 LAN カードの感想ですね。おそらく今回やる改造が個人的に最も難しいと思っています。理由は無線 LAN カードを付け替えてはい終わりみたいな物理的な改造ではないからです。 BIOS を書き換えてホワイトリストを削除しなければなりません。うまくいけばすごい簡単なんですが、トラブルが起これば僕にはちょっと無理かもしれません。まあ当然トラブルが発生しますのでお楽しみに。ちなみにホワイトリストとは今回の場合で言うと X220 の BIOS チップの中に書いてある使用可能な無線 LAN カードのリストのことです。なのでリストにないカードを挿すと弾かれて起動すらしなくなります。それをうまく回避しないと換装はできません。はい、次に今回付け替えるパーツですが、こちらインテル 9260NGW Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 に対応したカードになっています。家の通信環境が Wi-Fi 5 までの対応だったのでこのカードにしたんですが、せっかく動画にするんだったら Wi-Fi 6 のカードを使えばよかったなと今後悔しています。もしかしたら後々 Wi-Fi 6 に変えるかもしれません。次はこちら無線 LAN カードの変換アダプターです。 M.2 をミニ PCIe に変換します。次はこちらアンテナも変換させないといけないんで、こちらも2本用意しました。はい、これらのパーツをホワイトリストを解除せずに載せ替えるとどうなるのか見ていきますね。分解手順はパート1の方で詳しく解説しています。元から付いていたカードを外します。確か Wi-Fi 4だったかな。これが、Bluetooth モジュールですね、Bluetooth 3.0 だったと思うんでこれも外します。そして変換アダプターに、無線 LAN カード新しく付け替えるやつを載せて、そのまま同じように挿します。変換アダプターへの固定はこのついてきたネジを使います。アンテナの端子の大きさが違うのでこの変換アンテナを使います。この作業だけで認識してくれたらすごい楽なんですけどね。まあそうはいかないんですよね。はい、一度どういう挙動になるのか電源を入れてみます。ホワイトリストに引っかかってこのように表示されます。そして電源も入ることなくこのまま電源が切れてしまいます。ホワイトリストを回避するにはカスタムBIOSに書き換えないといけません。そのための下準備としてBIOSを最新の 1.46 に更新します。前回も登場したシンクパッド X220 リソースのサイトの下の方ですね。こちらバイオスファームウェアというところのオフィシャルレノボバイオス、こちらのこの部分をクリックしますとレノボ公式ページに飛びます。最初の画面から少し下に行くとこの画面になりますので、それのこの、ブート CD のところですね。こちらなぜブート CD なのかというと Windows 10ではこの方法でしかアップデートできない仕様になってます。パソコンに詳しい方は USB からブートする方が簡単かもしれません。 OS が Windows 以外の人は参考にさせてもらったブログがあるのでそちらを見てください。はい、さらにページを進みまして、ここをクリックしてファイルをダウンロードします。ちなみにこのレノボ公式サイトは日本語のページもありますのでそちらの方が分かりやすいかと思います。ファイルをダウンロードしたら次は CD に書き込んでいくんですが、この CD は完全にブランクのものを用意してください。ダウンロードしたファイルを右クリックでディスクイメージの書き込みを選択して実行します。書き込み中にエラーが起きてもやり直せば大丈夫です。僕は2回エラー起きましたけど大丈夫でした。書き込みが終了したら次は BIOS に行って CD からブートするように設定を変えます。
このように設定を変えたら再起動します。起動したらこの画面になるので、2番目のアップデートシステムプログラムを選択。そしていろいろ警告が出てきますが、イエスを押して実行します。はい、そしたら無事 BIOS が最新のものになりました。それでは次の作業に行きましょう。はい、それではこちらの画面なんですが、先ほどのサイトですね、 ThinkPad X220 リソースのサイトの下の方になります。ホワイトリスト削除アドバンストメニュー BIOS という項目があるので、そこの欄のこのダウンロードっていうところをクリックしていただくと、カスタム BIOS のダウンロードページに飛びます。で、次のページに行く前に補足説明ですが、今から行う作業、もしうまくいかないブルースクリーンが出たり、 OS がそもそも Windows ではない人はここをクリックしてください。この先のページには USB に Windows PE をダウンロードして、そこから BIOS を書き換える手順が載っています。ただコマンドプロンプトを操作しないといけないので、少し知識がいる作業なのかなと思います。僕にはできません。はい、それでは話を戻します。ダウンロードのところをクリックするとこのページに行きますので、この矢印の部分をクリックしてファイルをダウンロードしてください。そしてダウンロードしたファイルは全て展開してください。はい、それではファイルを開いていきましょう。順番に開いていくとこの画面になりますので、ここのフラッシュ、もしくはフラッシュドットバットになってるんですかね、ここをクリックします。そしてこのような、警告が出ますが、無視して実行していきます。はい、トラブル発生です。管理者は僕ですが、管理者によってブロックされてしまいました。この後いろいろ調べて Windows の設定を変えてみたり、コマンドプロンプトからの起動を試したりしましたが、やり方がいまいちわからず挫折しました。先ほど説明した USB からの書き換えも、結局コマンドプロンプトを操作しないといけなかったりでダメでした。ということで、一旦撮影を中止してコマンドプロンプトの勉強をしようと思って、元 SE の知り合いとかに声をかけたりしていたんですが、ある操作をしたらあっさり成功しました。その操作を次に紹介します。はい、まずエクスプローラーの PC を開きます。そしてこのダウンロードファイルを開いていきます。ここに入っている展開したカスタム BIOS のファイルを移動させます。移動先は C ドライブの中にあるドキュメントに移動させました。そしたら移動したファイルをまた順番に開いていきます。はい、ここにあるフラッシュって書いてあるファイルをクリックすると BIOS の書き換えがスタートします。はい、書き換えがスタートしました。この作業ベリファイ中にエラーが起きることがあるみたいですが、何回かやり直せば通るみたいです。僕は1回で書き換え成功しました。書き換えが終了したので再起動して BIOS を確認してみます。はい、ここのアドバンストの項目が増えていたら成功です。めっちゃ喜んでますが、
ここの設定を下手にいじると起動しなくなるので要注意です。はい、付け替えシーンは冒頭と同じなのでカットします。はい、こちらデバイスマネージャーを確認してみます。 AC9260 ちゃんと付け替えた Wi-Fi カードが認識されていますね。次にこちら Bluetooth です。 LMP10 となっているので、こちらちゃんと Bluetooth5.0 で通っていますね。次にスピードテストを試してみましょう。左が、前の数字で、右が付け替えた後の数字になります。確かに、すごい数字は上がってますが、これが早いのかどうかちょっと微妙なところですね。家の通信環境がちょっと悪いのかもしれません。はい、ということでね、無事完走することができました。良かったです。今回の作業を失敗したら後の作業が全部おじゃんになるとこでしたね。次はこれを使ってフル HD 化に挑戦してみたいと思います。その次はこちらですね。これスピーカーなんですけど、これも乾燥していきます。あとね、エクスプレスカードが出てくるんですが、こちらですね。これね、ちょっといわき付きみたいなんで、これもちょっと工夫して使っていこうと思っています。後にね、そしたらこの動画を出していきますので、まあよろしければね、高評価チャンネル登録の方していただいて、お待ちしていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。